皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は GU で買ってきた秋の新作をご紹介していきたいと思います。今すぐ着れる、ちょっとあまり厚手じゃなくて少し涼しくなったら着れるものを購入してきました。では早速紹介していきたいと思います。まず最初は今着ているこのノースリーブのニットのワンピースです。気温は高いんだけど夜は涼しくなってきたぐらいの時期に秋の格好はしたいけどまだ暑い、そんな時にすごく活躍するのがこの素材はもうちょっと秋っぽいんだけど袖はなかったり、袖はノースリーブででも首元はちょっと詰まってるから秋のトレンドっぽい、そんな感じのワンピースです。今は丈が長めが本当に主流ですごく多いと思うんですが、こういうさらっと無地のワンピース1枚着た時に下にレギンスを合わせたりシンプルなスキニーパンツを合わせるのがすごく今っぽいと思います。今まさに着たい服です。裾の部分にスリットが入っていて膝下まで丈はあるんだけどこのスリットが入っていることでちょっと歩く時に動きが出やすかったりします。今はこの長さで下に黒いスキニーパンツを合わせてるんだけど本当はこれはレギンスの方がいいと思います。しかもちょっと今回ニットのレギンスも買ったりしたんだけどちょっとモードっぽさが出せるような洋服の時はもう面がつるんとしたあのレザーとかまでいかないけどすごく足のラインが分かるぐらい綺麗なライン あのレギンスを合わせるのがおしゃれかなと思います。デニムのボコボコ感が出るとちょっとこのストンというシルエットを邪魔しそうなので下はレギンスの方がいいかなと思います。これは2990円でした。買う時にえ高い、3000円もするんだって一瞬ね思ったの。これ最後に手に取ったからなんだけどよくよく考えたら3000円でこのクオリティってめちゃくちゃいいと思うので GU の中では結構お高めだと思うけどすごく生地も使ってるしニットだしと思うと普通に考えるとめちゃくちゃお手頃だと思います。次は、さっき言ったみたいなこういうニット調のレギンスを買ってきました。今年は本当にもう重複しちゃうんだけどロングの丈のトップスがすごく流行っていてそれに合わせるもので今最近すごくよく見ると思うんですがニットレギンスの裾がこうちょっと開いてるスリットが入っているもの、これを着るだけでこうただのあのレギンスじゃなくてちょっとデザイン性があってすごくおしゃれに見えます。私はこのベージュバージョンを他のブランドで購入していて黒がずっと欲しくて今回自由で見つけてすごく嬉しかったんですがお早めのご購入がいいかなと思います。リブレギンスは1490円です。もう一点買ったのがこのバンドカラーロングシャツです。また重複するんだけど丈の長めのトップスシャツが欲しくて私こう膝上の長めのシャツは持っていたんだけど膝下膝あたりまで長さがあるこういう白いパリッとしたシャツを持っていなかったので探していてちょうど見つけたので購入してみました。こういう感じで襟がないスタンドカラーっていうのこういうのあののシャツです。なのでこうやって開けて着るのはもちろんここをぴっちり締めるとまたちょっと違う雰囲気になってあのおしゃれかなと思います。でこれをあのこういうレギンスで合わせるとすごくシンプルな中にリブとのこの素材がちょっとこう違うもの組み合わせるとすごく相性が良くてあのしかもすごく楽であの普段の生活の中でもちょっときっちりして見えるんだけどとても楽だと思います。そうなのでこれこういう感じの長めのシャツを購入してみましたね。でもこういうパリッとしたシャツ私こうかっちりしすぎるとあんまり似合わなくて自分の中ではねそう思っていてちょっとこういう感じの肩が少し落ちたデザインになってます。ここがね肩にぴったり合わさってて本当にワイシャツみたいなああいうタイプが本当に似合わなくてそうだからこういうちょっと落ちた感じの今っぽいあのデザイン性があるシャツの方がすごく着やすくて良かったと思います。はい、これはお値段1990円です。最後にこんな感じのコーデュロイのシャツを購入してきました。シャツはちょっとやっぱりビッグシルエットのシャツが欲しくて、まあ、S サイズから展開はあったんですが今回はちょっと大きめサイズを購入してみました。
S サイズから XL サイズまであるんだね。で今回私はこの L サイズを買ってみて、ちょっとこうオーバー気味に着た時に下をタイトにしたりふわっとかけるようなそんな雰囲気の時、特に今みたいに中は薄手なんだけど上に羽織るぐらいの時期になった時に着やすいように大きめ買ってきました。そうなので中にすごいタイトなもの着たりしてもいいし、あえても中は見せずにもう締めてシャツワンピみたいな感じにして、さっき言ってたみたいなこういうリブレギンス合わせたり、そういうのも可愛いかなと思います。となんかちょっとカジュアルな中にもね、こう首元抜くと女性らしさも出たりして、あのすごい使いやすいかなと思います。ネイビーと迷ったんだけど黒を着ることが多いので黒と相性が良さそうなこっちのブラウンにしてみました。はい、これが驚きなんだけど、これが1990円です。びっくり、このクオリティで2000円しないっていうのはすごいなと思います。以上が今回 GU で購入してきた秋の新作でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。